こんにちは、ちゃえのです。今日はこちらのプリーツとこのピンタックが特徴的なプリーツタックソックスの編み方を紹介していきます。サイズはね、3サイズ約1センチずつ大きさが違うサイズ展開の編み方で、で今回はこんな感じで動画だけではなくね、文章パターンも書いたので、で今回結構長い動画になるので、文章パターンをこう手元に置いてね、こっちのパターンを見ながら編んでいく方が楽だなっていう方もいらっしゃると思うので、販売ページは概要欄に載せておくので、ぜひぜひ文章パターンがお好みの方はそちらから覗いてみてください。で今回作る靴下のサイズが、サイズ1の即位が約18センチ、サイズ2の即位が約20センチ、サイズ3の即位が約21センチ。まあ約なので伸びますしね、編み手で変わったりもするんですけど、だいたいそんなサイズ感で、で今回のゲージは、10センチ30目、これも約なんですけど、だいたいそんな感じの目数になってます。で私の即位がだいたい約20センチぐらいで、この即位約18センチのサイズ1がぴったりなので、このどんな感じのフィット感で履きたいかにもよるんですけど、ぴったりした靴下の方が好きだなっていう方は、自分の即位よりも小さめのサイズを選んで編んだ方がぴったりフィットするかなと思います。でまあこの底のね、足の部分のサイズは自分で調節ができるので、そこはねお好きな大きさで編んでいけます。で今回使ったソックヤーンなんですけど、メインで使ったのがこちらのね、オパールケイトのラブストーリーシリーズの色番が7914番、こちらをメインに使用して、でプリーツの部分がオパールの単色3081番アイボリーですね、とタックの部分が5182番を使用しました。まあ、こんな感じでね、メインの糸とタックの部分とプリーツの部分で色を分けるとメリハリが出て可愛いかなと思います。まあ、ここはお好みなのでね、お好きなように作っていただけたらなと思うんですけど、メインで使うソックヤーンは、まあ、大きさで変わってくるんですが、約 40g からになります。でプリーツを編むソックヤーンが、だいたい 6g から 8g あたりで、タック部分を編むソックヤーンがだいたい 4g から 6g あたり、サイズによっては異なりますが、まあだいたいそのぐらい使用します。で今回はマジックループで編むことを前提とした説明になるので、 2.5mm 80センチの輪針を使用します。 2.5mm は、日本のサイズだと1号、 US サイズだと 1.5 号ですね。でまあ今回10センチ30目ぐらいのゲージなので、このゲージが出る針だったらサイズはどのサイズでも大丈夫なのでね、 2.5mm またはゲージが取れるサイズの針をご用意ください。であとはメカズリングととじ針を使用します。それではね、早速編んでいきましょう。で今回私はサイズ1で編んでいくので、他のサイズを編みたい方は字幕で目数を確認してください。で最初は指でかける作り目で112目作り目していきます。最初に作った輪も1目として数えて、全部で112目ですね。でマジックループで編んでいくので、半分の地点にマーカーで印を入れておくと後で目を分けやすいので、半分の目数のところでね、マーカーを入れていきます。でまず半分の56目作り目をしたので、マーカーを入れて印をつけて、で残りまた半分の56目作り目していきます。で全部で112目作り目を作れたら、コードの方に目を移動して、ねじれないように
このさっき印をつけたところからコードを引っ張り出します。で、両方の目を針に戻していきます。で、両側の目を針に移動させたら、糸端と針先が右側に来るように、で、上の方の針にこの糸がついてる方が来るように針を持って、で、この糸がついている方の針を引っ張り出します。で、手前の方の目から編んでいきます。で、まず1周目、プリーツ部分ですね。最後の目まで表編み6目、裏編み2目を繰り返し編んでいきます。1、2、3、4、5、6、表編み6目、裏編み2目、1、2、これをね、最後の目まで繰り返していきます。まず手前の方のね、針からね、はい、で、手前の方のね、目が編めたらマーカーを外しておいて、で、次ひっくり返して反対側の目を編んでいきます。上の編んでいた方をちょっと出して、で、針を反対側の目の方に戻します。で、反対側の針の方も続きを編んでいきます。はい、これで反対側の針の目も編めたので、両側が編めて1周目終了です。で、続いて2周目ですね。針を反対側の方に戻して、で、この糸端が右側にあるとき、これが編み始め側ですね。で、
で2周目はさっきと同じように編んでいくので、表編み6目裏編み2目を繰り返し編んでいきます。はい、2周目が編めたら次3周目は編み方が変わります。3周目は最後の目まで、まず右上に目一度、表編みに左上に目一度、裏編みにを繰り返していきます。まず最初右上に目一度、針を表編みを編む方向で1目目と2目目を右の針に移動します。で、前から左針をこう2目一気に入れて、で、表編みを1、これで右上2目一度が編めました。で、次表編み2目編めたら、次は左上2目一度を編みます。左上2目一度はこの2目に一気に左から2目一度針を入れて、で、表編みを編みます。これで左上2目一度が編めたので、最後裏編み2。これを繰り返し編んでいきます。右上に目一度、表編み2目、左上に目一度、裏編み2目。これを最後の目まで繰り返し編んでいって減目していってください。はい、3周目減目の段が全部編めたら、次4周目、次の4周目は最後の目まで表編み4裏編み2を繰り返していきます。1、2、3、4、表編み4目、裏編み2目。これを最後まで繰り返していってください。はい、で4周目が編めたら、次5周目。5周目は減目の段になります。まず最初右上2目一度、で、次の目左上2目一度、で、裏編み2目。これを繰り返していきます。右上2目一度、で、次の目が左上2目一度、で、裏編み2目。これを最後の目まで繰り返し編んでいってください。はい、次の6周目、6周目は最後の目まで表編み2目裏編み2目を繰り返し編んでいきます。
編みに裏編みに、これを最後まで繰り返していってください。はい、これでプリーツ部分がすべて編めました。112目から56目、半分の目数に減ってます。まあ、すべてのね、あのサイズ半分の目数に減っていれば大丈夫です。で、次はタック部分を編んでいくので、色を変える方はね、糸を切って、で、次使う色で編み始めます。1周目から4周目まで、まあ、4段ですね、すべての目表編みで編んでいきます。はい、色を変えてからタックの部分ですね、4段4周表編みで編んできたら、この1目ずつですね、今針にかかっている目の目から数えて1234段下のこの裏から見た目、この針にかかっている下のこれですね、横にこう1本あると思うんですけど、それの4段下、ちょうど色が変わってるんで、この色が変わっている白の横1本の目、これを拾いながら2目一度していくんですけど、まあ、最初は分かりづらいんで、こう裏に返して針にかかってる目の4つ下、1234、これこの目を表に返して、これですね、この目を、この目がねじれない方向から左針にかけて、こんな感じでね、で左上2目一度の要領で表編みをします。これをすべての目で繰り返していきます。なので次はこのさっき引き上げた目の隣ですね、これをねじれない方向で左針にかけて2目一度、次も同じように2目一度、こうやって編むとね、タックになっていきます。で、慣れれば左針でそのまんまこう拾っていけるので、こう裏を見て上から、あ、下からかな、このまんま左の針を入れて、で2目一度、で次も左針で拾って2目一度、こんな感じでね、4段下の目、最初のピンタックは色替えをしているので色が違う糸を拾えばいいのでね、簡単なので、
読んだ舌の裏から見た目を拾いながら二目一度で編んでいくっていう作業をね、最後の目まで繰り返していってください。ちょっと最初難しいかもしれないんですけど、やってれば慣れるのでね。こんな感じで丸まってくるので目が、これ全部繰り返し編んでいってみてください。はい、一つ目のタック部分が編めたら、また今編んだね、1周目から5周目の、まあ、4周目までだけは表編み、5周目が、4段下を拾いながら2目一度してタックを作るっていう作業をね、もう一度繰り返して2つ分タックを作っていきます。まあ、なのでまた次4周表編みですね。はい、でまた4周ね、表編みを編んでこれたら、さっきと同じように4段下の裏から見た目を拾ってタックを作っていきます。今針にかかっている目も合わせて1、2、3、4つ、ここですね、この段の裏から見た目を一緒に拾って2目一度なので、1、2、3、4つ下、これをねじれない方向に拾って2目一度、で次の目は1、2、3、4つ下の裏から見た目、これを拾って2目一度で、まあ、さっき拾った目の、隣の目を拾えばいいので、まあ1個拾えればどこ拾うのか大体わかると思うんでね。こんな感じでまた1個ずつ目を拾っていって2目一度しながらタック、2段目のね、2個目のタックを作って1周ぐるっと編んでいきます。はい、こんな感じで2つ目のタックも編めたら、次の週からはメインの糸で編むので、色を変える方は糸を切って、でメインの糸でね、次の週から編み始めます。で次は、レッグの部分を編んでいくので、お好きな長さになるまで表編みをぐるぐる編んでいきます。で今回私はショート丈にするので、4周分全部で4段ですね、表編みを編んでいきます。長くしたい方はね、長めに編んでいただいて、まあほんと好きな長さで編んでください。はい、お好きな長さで、私は、4段ですね、表編みを編んできたら表に返して、で次かかとの上にくるヒールフラップを編んでいくので、このままね、裏を見てこちら側の針、最後に編んだ方ですね、こっちの目を往復編みで編んでいきます。でこっちが手前側に
ある目の方は、休ませておきます。なので、まあ私はサイズ1なので、全部で56目なのでね、28目ずつ片側の針にあると思うんですけど、28目休ませる。サイズ2の方は30目、サイズ3の方は32目休ませます。で、まず往復編みで編んでいくので、裏から見て1目目、この1目目を裏編みを編む方向から針を入れて右の針に滑らせます。これを浮き目と言います。1目浮き目で、最後の目まで裏編みを編んでいってください。はい、で最後まで裏編みを編んできたら、表に返して、次の2段目、2段目はまず一番最初の目、これを裏編みを編む方向から右の針を入れて右の目に滑らせます。これをね、滑り目と言います。で、滑り目を1回したら、次の目、表編み1で、次の目滑り目で、次の目表編み1といった感じで、滑り目1、表編み1、これを最後の目まで繰り返していきます。で、編めたらまた裏返して、で1段目と同じように編んでいきます。1目目は浮き目、残りの目は全部裏編みってな感じで、最初に編んだ1段目と2段目これを繰り返し編んでいって、で、これこっからはサイズで編む段数が変わるんですけど、サイズ1の場合は、全部で26段、この1から2段目をあと12回繰り返す感じですね。で、他のサイズは字幕を参考に編んでいってください。はい、指定の段数編んできて、そしたらこのサイドに、ここの鎖ですね、滑り目と浮き目で作ってきたこの目が、サイズ1だと13個、サイズ24、サイズ3が15個あれば大丈夫です。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 で、このヒールフラップが編めたら、次かかとを編んでいきます。まず1段目、裏から見て編むんですけど、最初の目は浮き目で、16目裏編みを編んでいきます。他のサイズは字幕の目数を参考にしてください。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 裏編みを編んできたら、次の2目を左上2目一度を裏目で編んでいきます。この2目一気に右針を入れて2目一度で、次裏編みを1目編んで、そしたら左の針に 1,2,3,4,5,6,7,8 目
残ってます。サイズが違う場合は、また字幕の方を見てください。で、8目編み残ったら表に返して、で次2段目、最初の目は滑り目で編んだら、次表編み7目編めたら、次の2目を右上2目一度で編んでいきます。で、1目表編み、編めたら8目残っているので、それを確認して裏に返します。で、次3段目、で最初の1目は浮き目で、次このさっき往復編みで編み残した部分があるんですけど、その間に段差ができているので、こう目がね開いています。その開いている目の1つ手前ですね、そこまで裏編みを編んでいきます。段差の一つ目が残るところまで編んできたら、この段になっているこの2目ですね、この2目を裏編みの左上2目一度で編んでいきます。で、裏編み1、編めたら表に返して、で最初の目滑り目で編んだら、またこっち側も段差になっている部分があるので、1目残したところまで表編みを編んでいきます。はい、1目残ったところまで表編みで編んできたら、次の2目を右上2目一度で、表編み1で、今編んだ3段目と4段目の編み方を、この両サイドのね段差向こうの目がなくなるまで繰り返していきます。はい、最後目がなくなるまで編んでこれたら、これでかかとが編めました。はい、かかとが編めたら、次はヒールフラップの両サイドから目を拾っていって、で輪にして編んでいく準備集になります。なので、まず
このさっきかかとを編み終わったすぐ横のこのヒールフラップの滑り目でね作ってきたこのサイドに鎖があるので、これを一個ずつ拾っていきます。なので目数がねサイズによって違うんですけど、サイズ1は14、サイズ2が15、サイズ3が16目ですね。横から拾います。この糸が出ている目のすぐ下から一目ずつ拾っていきます。で、サイドから目を拾い終わったらマーカーを入れます。で、この休めていた目とサイドからね拾ってきた目の間に穴が開かないようにしたいので、この休めていた目の半分のところからコードを出して、で針の方に目を移動させたら、この最後に目を拾ってきた大きくなっているね滑り目の鎖の目があるんですけど、その一個下の目の真ん中から針を入れて、この上の目を割るような感じでね糸を出してきます。こうですね。今拾った目と次の目を左上に目一度で編みます。で、休めていた目すべて表編みをしていきます。で、この休めていた目の一番最後の目だけ残して表編みしていってください。で、休めていた目の一番最後の目、これを編まずに、表編みを編む方向で右の針を入れて右の針に移します。で、次拾う前にこの段差をなくすために、このね渡り糸がつながっている目の一個下ですね、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、渡り糸がつながっている、そのままつながっている目、この部位の一個下の目の真ん中から針を入れて目の真ん中から糸を引っ張り出します。で、この目を右上に目一度で編みます。で、マーカーを入れる。で、入れたらまた14目拾っていきます。はい、で、マーカーを入れた先14目拾ったら、次かかとの真ん中が編み始めになるようにしたいので、
で、まあ、ここサイズでね目数変わるんですけど、サイズ1が9目、サイズ2とサイズ3が10目表編みをしていきます。なのでね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 指定のね目数分のところからコードを出して、で表編み、ちょうどかかとの部分から半分ずつにね分かれたので、次の編み始めはかかとの真ん中からになります。で、準備周が終わったら次はまちを編んでいきます。まずまちの1周目、このマーカーの手前3目を残したところまで表編みを編んでいきます。で、マーカーの手前3目残したところまで表編みを編んできたら、次の2目を左上2目一度で編みます。で、次の1目は表編み1で、マーカーを右に移動させて、で、次のマーカーまで表編みを編んでいきます。で、マーカーまで表編みしてきたら、マーカーを右に移動させて、次の目表編み1で、その次の2目で右上2目一度編んでいきます。で、残りの目全部表編みです。はい、続いてまちの2周目、2周目はすべて表編みで編んでいきます。増減なしの段です。はい、2周目まで編めてね、次の3周目からは今編んできた1周目2周目を繰り返し編んでいきます。で、サイズ1が今の1周目2周目をあと8回、でサイズ2と3があと9回ですね、繰り返すと、合計の目数がサイズ1が56目、サイズ2が60目、サイズ3が64目になるので、その目数になるまで減目の段と増減なしの段、この2周の編み方をね繰り返して指定の目数になるまで編んでいってください。目数が全部で56目になるまで、まあ、マチの部分をね減目しながら編んできました。こんな感じでね、三角のマチができます。で、ここまで編めたら、次はフットの部分をね編んでいくので、で、このフットの部分なんですけど、目安がだいたいマイナス4センチつま先の部分をね編んでいくので、好きな大きさのねマイナス4センチぐらい、これね、アディの何センチまで編んだかね測れるやつなんですけど、私は、足のサイズがだいたい22とか 22.5 ぐらいなんで、ちょっとフィット感が欲しいのでね、1センチマイナスの21センチぐらいでいつも靴下を作るんですけど、なのでね、この17センチぐらいのところまでいつも編んでます。まあ、これはお好みのフィット感とかもあるので、つま先の部分を除いて、まあ、なので好きな大きさのマイナス4センチまでですね。ここからはずっと全部表編みで増減なしでひたすら編んでいくっていう感じですね。で、次また編み始めの位置が変わるので、
次のマーカーですね。このかかとの真ん中から編んでいて、次のマーカーのところ、ここが次の編み始めの位置になるので、マーカーを外して、針を出して、で、こっちの針も出して、で、反対側のマーカー、ここからコードを出して、で、これで甲側と足の裏側ですね。こう二つに分けて、はい、こんな感じで甲側からが編み始めになります。ここからはね、好きな長さまで編んでいってください。はい、希望の長さまでフットの部分を編んでこれたら、最後につま先を編んでいきます。まずこの甲側の方からね、編み始めの甲側の方から表編みをまず一目編んだら、次の2目を右上2目一度で編んでいきます。で、この甲側の方の目、3目残したところまで表編みで編んでいきます。で、3目残したところまで表編みを編んできたら、次の2目を左上2目一度で、最後の1目を表編みで、甲側が編めたら、今度裏側、底の方ですね。で、底の方も甲側と同じ編み方をします。まず表編み1編んだら、次の2目は右上2目一度で、3目残したところまで表編み。で、3目残したところまで表編みしたら、次の2目は左上2目一度で、最後の1目表編み。これで合計4目減りました。で、原目の次の段は普通に全部表編みで編んでいきます。で、今編んできた1周目と2周目の作業を、サイズ1があと7回で、サイズ2と3があと8回繰り返して、そしたらこの片側の針にサイズ1とサイズ2が12目で、サイズ3が14目なので、合計24目、24目、30目、サイズ順にねっていう感じになります。その目数になるまでね、原目の段と増減なしで編む段、これを繰り返していってください。はい、つま先の方を編んできて、目数が片側12目ずつですね。で、合計24目編んでこれたら、糸端を使ってメリヤス剥ぎをして閉じていきます。糸端は20センチぐらいあれば足りるかな。
端にとじ針を通して、で両方の目をね、針先の方に持ってきます。まず手前側の目から針を通していきます。表編みを編む方向で針を通して、で次の目に裏編みを編む方向で針を通します。で糸を引く。で次は向こう側の針、裏編みを編む方向で針を入れて目を外したら、次表編みを編む方向で針を入れて糸を通す。で糸を引く。これを繰り返していきます。なので1目に2回針が通ることになりますね。まず表編みを編む方向で針を入れて目を外したら、裏編みを編む方向で針を通す。では次向こう側の針、裏編みを編む方向で針を通して目を外したら、次は表編みを編む方向で針を通して糸を引く。これの繰り返しです。私はいつも表裏裏表で口にしながらねやると間違いないので、表裏裏表っていう感じでねやっております。これを最後2目残るまで、2目ずつね残るまで繰り返していってください。はい、2目ずつ残るところまで糸を通してきたら、最後は表裏ともう針を外します。で最後裏表、これでねメリヤスハギができました。で最後ね、この糸端、端っこがぴょこんって出ちゃうので、これをこの糸端を中に通して引っ張って、で裏で糸始末をしてね、この角がなだらかになるようにします。これであとは糸始末をね全部したら完成です。以上になります。ぜひ皆さんね、お好きなサイズ、お好きな側ヤンを使って編んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。